オーパスとは IETF によって開発され、主にインターネット上でのインタラクティブな用途に合わせて作られた非可逆音声圧縮フォーマット。RFC6716 によって標準化されたオープンフォーマットとして、リファレンス実装は3条項 BSD ライセンスの下で提供されている。オーパスをカバーするすべての基地のソフトウェア特許は、 ロイヤリティフリーの条項の下でライセンスされている。オーパスはスピーチ向きのシルクと定例天使で音楽用途にも使えるケルトの2つのコーデックの技術を組み込んでいる。オーパスはビットレートの工程を継ぎ目なく調節でき、内部的には低いビットレートでは線形予測コーデック、高ビットレートでは変換コーデックを使い、途中で切り替えることも可能である。オーパスは会話、 ネットワーク上の音楽公演やライブイベントなどでリップシンクすることができ低遅延のオーディオ通信リンクの一部として使用するために必須な非常に小さいアルゴリズム遅延を持つ。オーパスは音声品質を犠牲にすればアルゴリズム遅延を最高5ミズまでに小さくすることができる。MP3、ボービス、HEAAC などの既存の音楽用コーデックは100ミズ以上の遅延があり。 オーパスはそれらよりも遅延がずっと小さいにもかかわらず、ビットレートに対する品質では遜色ないものとなっている。上記の既存コーデックとは異なり、オーパスは個々のファイルに巨大なコードブック定義を持たせないので、短いショートクリップ音声の保管にも適している。他のコーデックと比較した可能なビットレートと遅延の組み合わせ6 s から5 1 0 s フレームサイズ2.5ミズから60ミズ、サンプリングレート 8kHz から 48kHz の範囲での固定及び可変ビットレートエンコードに対応している。オーパスを使ったストリーミングは、ミッド・サイドコーディングを使って2つのチャンネルを結合できる、ため255までの音声チャンネルに対応できる。オーパスが持つ本質的な低遅延の性質により、電話、VOIP、 ビデオ会議で必要とされる、同一のリアルタイムコンピューティングを実現することができる。高品質な音声のためにより高いビットレートで低遅延を維持する技術は、主婦 ORG ファンデーションがケルトというコーデックの開発で実現している。OPAS を使ったストリーミング中のビットレート、帯域幅や遅延は、オーディオの歪みや断絶を伴わずに迅速かつ、 チームレスに変更することができる。他のオープン標準同様、アルゴリズムは文書で公開されており、またリファレンス実装も公開されている。ブロードコムと主婦 ORG ファンデーションがケルトのアルゴリズムでソフトウェア特許をスカイプテクノロジーズと Microsoft がシルクのアルゴリズムでソフトウェア特許を取得しているが、両特許とも IETF 標準として一度承認された。 コーデックであるオーパスの使用に際してロイヤリティフリーで使用できるようになっている。また、第三者による侵害訴訟対策として自身の特許を利用する権利も所有している。クアルコムや花ため技術がオーパスに対し非ロイヤリティフリー特許の適用性を主張していて論争となっている。オーパスでエンコードした音楽ファイルの異なる平均ビットレートでケルトを使ったエンコーダーの ローパス挙動や待気エネルギーの比較的良好な保存状態をはっきりと示している。スペクトログラムオーパスは定例天使のケルトとスピーチ音のシルクが元となっている。変換レイヤーはセルプによるアプローチのある修正離散コサイン変換を元にしているだけでなく、20ミズフレームの追加などの変更がなされている。スピーチ信号に特化されたシルクレイヤーは 線形予測符号とオプションの長期予測フィルターが元になっていて、10水フレームの追加などの変更がなされている。パケットの余計な負荷を最低限に抑えるために、シルクは60水のより長い遅延に対応している。ハイブリッドストリーミングにおける両パーツの共有レンジコーダーは、ケルトによってまかなわれている。このコーデックは3つの異なるモードがあり、 純粋なスピーチ信号のための2つのモードと一般的なオーディオのための3番目のモードがある。スピーチモードの1つは人間が聞くことのできる範囲の完全なスペクトラムを再生することができ、ケルトは周波数範囲の上部で使われ、シルクは下部で使用される。低ビットレートにおいて上限周波数を遮断することができ、シルクはここでも下部で使用される。 オーディオでのコービットレートでは、スピーチ信号に特化したシルクレイヤーは省かれ、特化していないケルトレイヤーが使用される。レファレンス実装は C 言語で書かれ、不ぷのあるなしに関係なく、ハードウェアアーキテクチャでコンパイルされる。オーパスのデータは OG のコンテナでカプセル化することができる。そのような o g オーパスストリームの内容は、オーディオ、OG。 コデックスイコールオーパスで指定する必要があり、オグオーパスのファイルの拡張子は、オーパスにすることが推奨される。その他、メイトラスかウェベムのコンテナに格納することができる。オーパスは新たな音声コーデックの標準化として IETF で計画され、IETF のコーデックワーキンググループによって最終的に承認された。 主婦 ORG ファンデーションとスカイプテクノロジーズによる二つの当初分類されていた標準化計画に基づくものだった。主要開発者にジーン・マーク・バリン、コエン・ボス、ティモシー・ビー・テリー・ベリーがおり、他にジュアン・イコール・ヒュー・チェン、グレゴリー・マックスウェル、クリストファー・モンゴメリーも関わっていた。コーデックにおけるケルトの開発はゴーストのコードネームだったボービスの後継として回帰した。 オーパスは、主婦の古いスピーチ用コーデックで、バリンによる初期のプロジェクトでもあるスピークスを、置換するものとなっている。ケルトは2007年9月より公開されている。シルクはスカイプがアイザックやイルブックといった、サードパーティー製コーデックと同様、それに、それぞれのライセンスへの支払いのために会社から、独立させた内部プロジェクトだったスバブックの、 後継として2007年1月より開発を始めた。2009年3月、スカイプは IETF による抗体域音声コーデックの開発と標準化を承認したが、適切なワーキンググループの形成に関する多数の議論でほぼ1年費やした。G719 の作成者でライセンサーであるポリコムとエリクソンの担当者 G718 の開発に携わった。 フランステレコム、花ため、技術、オレンジラブズといった特許を妨げる競合するフォーマットの標準化に参加した数社の企業代表者がロイヤリティフリーのコーデックの標準化プロセスの開始に関して異議を唱えた。ワーキンググループが最終的に形成されたのは2010年2月で ITUT のスタディングループ16が作業を支援することになった。2010年6月、 ハイブリッドフォーマットのプロトタイプがシルクとケルトの2つの計画されたコーデックを組み合わせる形で登場した。9月、オーパスは IETF に標準化の提案として提出された。短期間だが2010年10月までに元名称になるまでこのフォーマット名がハーモニーだった時期がある。2011年2月初めビットストリームフォーマットが最終変更の影響で 暫定的に凍結された。7月終わり近く、ジーン・マーク・バリンは、オーパスの開発を続けるためにモジラ・コーポレーションに雇用された。11月、ワーキンググループは、ビットストリームフォーマットの変更のためにラストコールを出したが、ビットストリームは2012年1月8日以降凍結されたままとなっている。2012年7月2日、オーパスの標準化が、 IETF によって承認された。リファレンスソフトウェアは8月8日にリリース候補状態になり、最終的な使用は2012年9月10日に RFC6716 としてリリースされ、リファレンス実装のバージョン1.0と1.0.1が後日公開された。一方で、とりわけフォーマットの可変ビットレートメカニズムのより、広範的な利用に関する、 リファレンスエンコーダーの実験的な分野での開発作業が行われ、特に人声が中心のサンプルにおいて優位なほど高いオーディオ品質を生み出すと報告された。オーパスと他の人気のコーデックを比較した圧縮効率オーパスは優れた品質を持っていることが示されており、高いビットレートにおいて HEAAC や b ービス s のような非常に大きい遅延のあるコーデックと競合する結果となった。 6 4ロ b p s でのリスニングテストにおいて、プロプライエタリなスペクトラルバンドレプリケーション技術を使用することで、低ビットレートの分野では、支配的だった HEAAC と比べても、やはり優れた品質を示した。9 6ロ b p s では、オーパスはわずかに AAC より良く、ボービスや MP3 との比較では著しく良い、結果となった。オーパスは会話、 ネットワークを通じた音楽公演、ライブイベントでのリップシンクを可能にする低遅延のオーディオ通信リンクの一部として使用するために必須な非常に低いアルゴリズム遅延を備える。コーデックの総アルゴリズム遅延は CPU の処理速度やネットワークの伝送速度に依存しないエンコーダとデコーダが本質的に追う遅延の合計である。このような遅延にはオーディオサンプルを バッファ上で複数のブロックやフレームに分割し、ウィンドウオーバーラップができるようにするための遅延のほか、ノイズシェーピングのための先読みを可能にするための遅延や、その他のあらゆる先読みのための遅延、また MP3 ではビットリザーバーを使うための遅延も含むかもしれない。150ミズ以下になっている合計の一方向冷天使は発話交代による遅延の影響が軽微な状態で自然な会話を、 実現するために、ほとんどの VOIP システムとの相性が良いものになっている。音楽家が典型的にリアルタイムで感じる30ミズまでのオーディオ零ンシは、ハース効果の融合時間とおおよそ一致するが、ユーザーの各楽器の再生遅延と往復待ち時間とのマッチングも助けることができる。45から100ミズあたりのオーディオ零ンシが許容可能なリップシンクも提案されている。 オーパスはさらに小さいアルゴリズム遅延を実現するために品質とビットレートのトレードオフを許可している。規定値のオーパスのフレームは20水の長さだが一般的に22.5水の遅延が与えられるケルトレイヤーによるウィンドウオーバーラップやシルクレイヤーによるノイズシェーピングのためにさらに2.5水の先読みが必要である。シルクレイヤーの最小限はフレーム中水で ケルトレイヤーの最小限はフレーム2.5ミズである。フォーマットとアルゴリズムはドキュメントやリファレンス実装としてオープンになっており、フリーソフトウェアとして公開されている。別々のエンコーダーとデコーダーで構成されているリファレンス実装は BSD ライ、like、クライセンスの下で公開されている。C 言語で書かれており、不ぷのあるハードウェア用にも、 不ぷうのないハードウェア用にもコンパイルできる。付属する診断ツールであるオパシン4は、ビットストリームフォーマットの標準準拠情報を含む、オーパスファイルの技術的情報を詳細に表示するが、ボービスツールのアガンーがベースとなっており、したがってエンコーダーやデコーダーと異なり GPLV2 の規約の元に公開されている。ありがとうございます。